東山公園駅は、鳥取県米子市社尾にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。運転系統上は、白尾線の列車も乗り入れ、利用が可能である。平日の朝は、幕露町駅同様駅員が配置される。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。ホームは、 森土城にあり、下りホーム側に、入り口が設置され、上りホームへは、無外戸線橋で連絡している。米子駅管理の無人駅で、入り口付近に乗車駅証明書発行機が設置されて、いたが、2014年1月に使用停止となり、後に撤去された。近くの米子市民球場で、プロ野球公式戦が行われる時と、東山運動公園で、 ガイナーレト取の公式戦が行われるときは、当駅が最寄り駅となるため大変混雑する。その当日は、快速、ト取ライナーが当駅にも停車するときがある。2014年5月13日から14日、2010年6月22日から23日以来、約3年11ヶ月ぶりに、米子市民球場で、プロ野球公式戦が開催された際には、 快速のみならず、特急や雲も一部が臨時停車した。快速、鳥取、ライナーについては、平日のぼりに、米子駅から倉吉駅まで各駅に停車する一本のみが停車する。停車駅については、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。